今日は昨日の続きを話しますね。先生がなぜしずかちゃんは優しい人間だということを忘れてはいけないよと言ったのかという話の前に、どうして私が自分のことをものすごく冷たい人間だと思い込んでしまっていたのかという話をしますね。私の毒父さんと毒母さんは、毒親とが普通とは桁外れです。というのも、私の毒父さんと毒母さんの毒親道、先生が教えてくれました。先生はまず斉藤ひとりさんという人のことを優しさの先生にすると決めたそうです。私も斉藤ひとりさんの本を先生から勧められて、たくさん買って読んできました。最初は、私は毒親育ちなので斉藤ひとりさんの優しさがピンときませんでした。先生によると、先生は優しい人が小さい時から好きで、優しさを追求している人です。でもそんな先生でも斉藤ひとりさんの本を読んだ時に、地球と火星ぐらい、多分火星だったと思うんですけど、違うなって感じたそうなんです。それぐらい違う。で、私の毒父さんと毒母さんはどれくらい違うかというのは次回お話ししますね。今日はこれで終わりますね。また来ますね。